僕のやったことが正しかったってことをね。あ、おい、特性は、僕の母は認知症になった祖父母を長いこと介護してた。それを最後まで看取った後、気が抜けたように倒れて死んだ。僕だってアルツハイマーに大事な家族を奪われた一人なんだ。あ、刺した。え、でも毒性は取ることできひん。でもこれでもう同じ悲劇は二度と起こらない。僕が研究者になったのも、この薬の開発を手掛けたのも、神様が授けた運命なんですよ。やっぱりあかん。みんなこうやって亡くなっていったんか。ほんまに完成したって思ってたから、まあ刺したんやろうけど、まあ結果的にはこれも。そうか。そういうことか。ああ、ハードデック9の副作用は被験者に激しい頭痛を起こさせ、頭痛なんや、またその眼球を青く染めます。あ、やっぱり目になんか変な症状が現れるから。そうなってはもう助からない。目えぐってたんか。青くなるのはアドデック9に由来する毒素がたまるためだと翔野君は言ってました。それは紛れもない人体実験の物証となってしまう。だからカムロ町で見つかる死体からは常に眼球が持ち去られていた。意味があったんやな、やっぱり。それらは全て翔野が処理していました。はあ、結局みんな死んじゃった。10日後、東京拘置所。まあ、大久保君にとってはとりあえず良かったな。ありがとうございました、八神先生。釈放は来週？多分そのくらいだろうって聞きました。その後、恵美の事件の最新がありますけど。最新は形式的なものになると思う。もう誰も君が恵美ちゃんを殺したとは思ってない。はい。もう行くんですか？今日はもう一人、君と話したいってやつを連れてきたんだ。お、もしかしてトゥギャザーしようぜって言いに来た？フミヤ君。ずいぶん見た目変わったやろ。あとはもういいな。一緒にいてくれればいいのに。じゃあな。うん、この二人にとってはまあ、ありがとうね。うん、よかったな、八神さん。でも、もくらと翔野さん死んでしまったのはなんか悔しいであってんのかな。なんか生きたまんま捕らえて、翔野と黒岩は死亡、世の中に出してやりたかったな。一ノ瀬や森田健二生は逮捕か。八神探偵事務所のおかげですね。でもこれから大変なことになります。
厚労省は大揺れでしょうし、世の中大揺れじゃん。創薬センターも多分解体ですかね。警察もやろ。結局梶平の狙い通りになっちゃったりして。お、そう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 、納得いきません。それもなんかな。いや、そっちはそっちで、え、風見大臣との癒着が追及されるみたいだ。あ、そうなんや。警察が動き出しているんだとよ。じゃあ悪巧みした天網開会、そにして漏らさずだ。悪巧み組がなんかこっそり悪いことはできないってことですね。勝つっていう。おー、よく知ってるな。流れにはならへんかったんやな。じゃあこれ知ってるか。はい。うちの事務所は所内恋愛禁止だ。あ、え、仕事に身が入んなくなるんでな。バレてる。いやそうだったんですか。お、そこは引いちゃダメでしょ。ダメでしょ。まあ年寄りの遅刻ってのはいつも無視されるもんだ。若い頃は俺らも遅刻なんて聞かなかったか。でももうすでにじゃあ付き合ってるってこと。待つかねよ。はあ、まあでも、うん、よかったな。よかった。うん、わだかまりは、わだかまり？なんかちょっと残る部分は正直うちはあるけど。まあ俺は別に構わねえよ。よかった。え、お前が弁護士に戻って。あ、そういう話。今ちょうど依頼もねえし、俺は他で職探してくっからよ。何言ってんだよ。俺はここを閉める気ないって。せっかく真っ当な世界に戻れんのにか。確かに。こんなろくでもねえ町で探偵続けるなんてどう考えてもアホだろ。言ってくれんな。海藤さんの言う通りじゃない。もう弁護士業、今の八神くんなら弁護の依頼で引く手あまたなのに。普通選択の余地ないでしょ。おめえも返上したしな。そうかなって。源田先生も弁護士に戻ってほしがってる。それにきっと松金の親分さんだって。いや、まあ、ここはさ、真冬さんがなってほしいだけやろ。そう思うぜ。あ、でもそう？そうかな。いろいろあったけどよ、ターボーが弁護士に戻るのはやっぱ神様のあれ、おぼしめし、なんだっけ、敵の、神様のおぼしめし、それだ。よしてくれよ。え？俺は弁護士を辞めて探偵になった。スーツも やしな。でも探偵という選択をしたから大久保くんの冤罪を証明できた。確かに。それはまあそうかもね。皮肉なもんだよ。弁護士やってて真実をつかめずに逃げ出してたってのに、弁護士を辞めたことで真実にたどり着くことができたんだから。どんな選択にどんな未来があるかなんてわからない。それこそ神のみぞ知るだろ。それはほんまそうやな。だからどんな選択をしたところで大事なのはその後さ。絶対に諦めないことが一番大事なんだ。まあね。でも弁護士に戻るっていう選択をするなんて一つ。でもやで、法廷で久しぶりにスーツ着たけど俺いまいちじゃなかった。いやいやいや、バチバチやったで。スーツ着るって選択だけはやっぱ絶対なしかな、うん、やっぱそこめっちゃ嫌なんやな。探偵はスーツ着る必要ねえし。言ってたなそれ、ね、サナちゃんに。あ、そう、サナちゃんちゃうわ。月乃ちゃんのこと言うよ。はい、八神探偵事務所、真冬さんに。え、猫が逃げて帰ってこないって。あ、依頼切っちゃった。うちはペットショップじゃねえんだから。いいね、面白そうじゃん。猫の名前と特徴は。また猫か。ちょっと八神くん。チャコ、5歳のメス。チャコちゃん。じゃあ写真送っといてください。よっしゃ、じゃあドンキでまた旅でも買ってくっか。カイトさん、久しぶりの依頼だ。絶対物にしようぜ。はーい、めっちゃよかった。拍手しちゃう。終わり？うちが飾ったフィギュアたちもそのまんまや。あー、もうめっちゃよかった。
あー、でも終わっちゃった。はい、え、おい、帰ってきた。猫見つかった？え、なんかこれちょっとムービー見たくなっちゃうやん。あ、でも仕事終わったって感じやな。猫見つかったんかな。はい、まあ、ということで、じゃあ、いつもこの辺で喋ってるんですが、とりあえずここまで見てくださって本当にありがとうございました。ジャッジアイズ死神の遺言、なんとかここまで終わらせることできましたね。いやー、あー、めっちゃ良かったしか言ってない。まあな、あの、うん、最後、そのさっき途中でも言ったけど、モグラこと黒岩と生野さんがまあ死んで終わっちゃうっていう結あの、おかえり高藤さん、おかえり。まあ死んじゃって終わったのはちょっと悔しさも残る。悔しい、うん、悔しいで合ってんのかな。うちの気持ちとしてはちゃんと生きたまんま引っ捕らえて、あいつらがやらかした悪事も世の中に大っぴらにして、こいつらがやりましたで、なんてやつらだって世の中から叩かれたりもしながら刑務所に入ってっていう世界が見たかったっていうのが一番なんですけど、まあ、うん、な。まあでも結果的にまあこういう感じにはなったけど、それでもまあとりあえず助かってほしい人たちは助かって、大っぴらにしたいことも世の中に大っぴらになってよかったですね。いや、ほんま情報少なすぎやろ、こんなんで裁判に臨んで勝てるんかって思ってたけど、羽村さんがあんなにでっかいなあ助け船出してくれてたなんて。あ、猫後ろに、もしかしてチャコちゃん。カイトさんがあれ持ってきてたのはドンキで買ってきたマタタビやったんかな。あ、まだ見つかってへんかったんかい。こいつこいつじゃねえ、チャコちゃんって、おもろ。え、何の話してたっけ。わからんくなっちゃったやん。いや、でももうめっちゃ良かったっていう感想しか出てこへんな。サイドケースも面白かったし、ハモンさんも勝てて良かったし、でまたな、うん、あと仲間たちがいっぱいいて、まあこれは龍が如くセブンでも言ったかもしれへんけど、やっぱ仲間がいるっていいな。で助けてもらってこっちが助けたりもして、で敵やと思っててもうほんまに息つかない、嫌い、大嫌いって思ってた羽村さんとも、おやっさんっていうな、とんでもない大恩人を通じて最終的には仲間とはちょっと違うけどな。いや、おやっさんの存在が偉大やったな。確かにな、ここ最近のおやっさんはもう力を失って弱い存在やった。え、あれ、え、チャコちゃん今そこ歩いてへんかった。あ、うん、東大元暮らしですね。うん、まあ羽村さん、あ、めっちゃイケ音楽。あー、羽村さんも最終的には仲間になってくれた、仲間っていうか協力してくれたのもめっちゃ熱やったし。あ、チャコちゃん、チャコちゃんここにいるで。捕まんなかったな、見失ったな。あー、いいチャンスやったのに、クソーって言ってる。ここのテーブルのこっち側にいるとも知らずに。あーあー、なんかでもなんかテンション上がってて今何見ても面白いかもしれへん。あー、うん、とりあえず激アツ展開がち
ちょいちょい挟まって、仲間たちの存在もすごく心強くて、まあショックな出来事も多かったけどな。それこそ新谷先輩はだいぶショッキングやったな。でもそういうショッキングな出来事が挟まってくるのも、ちょっと一歩引いてゲームとして見た時、すごい すごいな、衝撃。ゲームでこんな衝撃な、もうドラマやんっていう。いやもうそれはもう龍が如く全般で言えることか。いやでもまあやっぱりさすが龍が如くシリーズの血引いてる感があって、そこはめっちゃ面白かったな。やっぱりシナリオ最高やったな。うん、海藤さんも、あ、また猫ちゃん、あれ、あとね、編集の時あの猫ちゃんどういう動きしてたんか、てかこのムービーをしっかり見よう。めっちゃ面白いやん。このエンドロールいいな。いつもあの真っ黒背景にさ、あの関わったスタッフの皆さんのお名前が流れていくだけやったりするけど、この最後のエンドロールめっちゃいい。ほんで何の話やったっけ。もういつもさ、ここで話す話どちらかって、ちゃんとした日本語できちんとしたお話できてないと思うんですけど、あー音楽もかっこよすぎるし、あ、猫ゲットしてる、よかったな。ドンキの袋持ってってたし、チュールでちょっと食ったんかな。でもこの後さ、まあロストジャッジメントっていうジャッジアイズ続編が出ていることはもう当然知っているんですけれど、またここの事務所から探偵として頑張ってる矢上さんから始まるんかな。海藤さんとかも出てくる？もちろん他の東さんとか星野くん、杉浦くんも？星野くんと沙織さんはラブラブ状態で出てくるのかな。続編もめっちゃ楽しみや。続編の前情報とかほとんど入れてないんですけど、まあ横浜が出てくるっていうことは知ってるかな。うん、いやー楽しみ。この2人の相棒感もめっちゃ良かったな。もちろんな、他のメンバーの仲間感も良かったけど、海藤さんはちょっと特別やな。あ、終わっちゃった。なんかあるか？いつもこのエンドロールの後、ムービーあったりするけどないんかな？とりあえず報告書。あなたのプレイ報告書が出来上がりましたので、下記の通りご査収ください。プレイ難易度ノーマル。うん。で、まあ、もろもろ。クリアしてたりしてなかったりもあって、まあ完璧には全部終わってないけどってとこですね。ぼちぼちはやったかな。で、プレイ時間。まあプレイ時間はちょっと放置してたり、した部分もあるので、そこまで当てにはならないんですけど、うん。まあ、コンプリートした項目もあるな。クリアサイドケース50件、街の評判50件。あ、レベル50。フレンド人数50人。あ、ガールフレンド、あまねさんが残ってますね。で、スキルは全部取ったりして。うん。ドローンパーツ数全然やな。まあまあ、74% は終わったってとこですね。まあ、達成するもの多すぎやろっていうのは相変わらずやな。龍が如くから。うん。まあ、うちの初見プレイ、ここまでのゲームストーリークリアのうちの初見プレイはこんな感じになりましたね。これ閉じたらなんか始まったりする？タイトル画面に戻るだけかな。EX ハードとかやっぱあるんですね。プレミアムアドベンチャーとかその辺あるのは、うん、毎度のこと。50万円もう今となってははした金ですよ。もうちょっとください。うん、あ、でセーブか。とりあえずセーブしようかな。うん、
セーブ完了しました。うん、タイトル画面に戻る感じですね。はい、じゃあここまで見てくださって本当にありがとうございました。いやー、2022年3月から始めたかな。うん、それから何ヶ月や、まあ、ざっくり9ヶ月、9から10ヶ月ぐらいかけてやってきました、このジャッジアイズ死神の遺言も、ひとまずおしまいにしようと思います。はい、ここまで見てくださって本当にありがとうございました。最高のゲームでした。はい、また、他のゲーム実況なり動画なりでお会いしましたら、その時はどうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またね、バイバーイ、ありがとうございました。